今夜のレベルス TV はですね、7月25日ライズコーポレーション、レベルス28再開をもちまして、引退を表明した板倉直人特集となっております。ね、レベルス初代ウェルター級王者となりました板倉選手ですけれども、諸事情により、引退を行いだレベルス TV にて、会見を行いました。非常に残念だと思いますけれども、彼自身、相当な覚悟を持って決めたことですし、こちらとしては快く送り出してあげたいと、ね、そういった中で、彼の今まで、やってきた選手生活というものを振り返ってみたいと思います。そこでですね、今日は、板倉選手と、ずっとジムの初期の頃から、一緒に行動を共にし練習をし、苦労を一緒に味わってきた、板橋寛選手にお越しいただいてます。板橋君、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともと寛ちゃんは知ってたの、板倉君の引退っていうのは。そうですね、発表の1ヶ月くらい前に、板倉さんに、実際引退することになったっていうのは聞いてました。実際はね、僕もそう1ヶ月前ぐらいかなには聞いてたんだけども、他の選手に言わないでくれと言われてて、だからツイッターで知って驚いたスクランブルの選手、ヒデとか、すごく驚いててびっくりしてた。多分後輩とかも知らされてなかったと思うんでね。板倉君っていうのはこうジムの中ではどんなこう立場というか。そうですね、もう本当にキャプテンみたいな、渋谷のキャプテンみたいな存在で、練習であったり試合の準備であったりも、板倉さんが先導してやってくれてました。キャプテンみたいな。カンちゃん自身はイタッチとはどのくらいのからの付き合いなの？そうですね、僕が渋谷に入ってからもう10年ぐらいだと思います。何歳の時カンちゃんが入ったの？21、22ぐらいですね。その時にはもうイタッチはいた？もういましたね。いたんだ、いました。でその頃からもプロレンにカンちゃんも、そうですね、イタッチも出てたの？はい、出てました。でその頃いたメンバーってのは誰？小次郎さん、小次郎君、増田君もいた、はい、あと水谷さん、あとファンジンさん。お、ファンジン懐かしい。ファンジン結構ガチなメンバー。ああ、そうだね、もう殺伐としてました、ね、そうだよね、あの頃は。あとはだからもうウエンツとか全然後でしょ？そうですね、ウエンツ君はこうプロレンに入りたてなんですけど、ミッドとかでも、ミッド持ちで水谷さんにハイキックで倒される。あ、ミッド持ちで。そうっす、いきなりハイキック蹴りたくなっちゃったっつって、バチッ倒れてましたけどね。そうね、俺の記憶ではイタッチは、そんな目立つ感じではなかったんですよね。なんかで俺がパッと意識したのは、全日本キックかな、かなんかでチードラのことやったときに、サウスポーいつも拳が折れて欠場が多かったじゃない。そうですね、いつもね、いい試合するんだけど拳を毎回折っちゃって欠場が多かったんですよ。で、拳を鍛え出したんだよね、そうですね、あそこ、はい、倉本塾のファンジンの、そうですね、ファンジンの進めて、で、それからサウスポーになって、サウスポーで一発で倒した試合あった、新宿ベースで、キッカー選手、そう、新宿ベース、その頃が、イタチなんか良くなったなっていうのがすごくあって、そのぐらいからかな、俺イタチをいい選手がなんかちゃんと、で、そのぐらいからコンスタントに試合するようになったんだよね。それまでは1回試合したらまた折れちゃいました。そうですね、本当に折れちゃいましたっていう。僕的にはすごいいい選手だったんですけど、やっぱ怪我は多くてね。今日も聞いたんですけど、右の拳だけで7回折った。7回ね、そうそう、だからいつもね、もうここのとこないもんね、折ったっていうのはね。そうですね、はい、前は本当にね、その拳ばっかり折ってて、試合してんだか休んでんだかよく分かんない感じだった。で、倉本塾行ってサウスポーに帰ってからすごい調子上がってきて、そうですね、はい、でやっぱりその俺の中ではやっぱりイタッチっていうのをこう
本命に考え出したっていうのはやっぱり最初に、WPMF の、 初代ウェルター級王者決定トーナメントをレベルスでやった時ですよね。あれ本命がイタッチだと思うね。そうですね、うん、もうイタッチが実績的に優勝するんだろうという、もうそういうトーナメントだったんですよ、あれは。そうですね、ぶっちゃけ言っちゃえば本当に誰もが、まあ、僕ら試合組む方はね、別にこう誰がこいつが優勝するんだって意識はないんだけども、まあ、実績的から見たらもうこの中じゃダントツに板倉選手だろう。でそれ以外の対抗っていうのは別にもうみんなどんぐりの背比べみたいな感じで、うん、だからまさか渡部選手に負けるとは思わなかった。いやあの激闘でしたよ ね、 あれは湧いたもんね、あの試合は。本当に本当チャイスを感じました ね、うん、ね、試合が。あの時はあれだよ、酸欠になったというか、後半ガス欠になったんだよね。そこから渡部がガツーンと盛り上げてきて、あれで渡部がブレイク。あ、そうですね、うん、あれでもう正直渡部君が一気に渡部っていう感じはありますね、うん、スターになったっていう感じがあって、あれその時にこうコースマン選手も確かやってるよね。コースマン君とも負けた、負けました、負けたよね。ラウンドにダウン取られて負けたんですけど、うん、その時も板倉さんが控え室でこれもういいかなみたいな感じでなってたのは覚えてます。そうね、だからこうやっぱり新人時代からこう拳折ったりとか、ね、欠場したりとかでこうなってきて、本当にイタッチが、ベルトを取った時の言葉通り、そう、うん、やっぱりこういう風に、うん、やりながらその掴んだベルトっていうことでね、本人もすごくね思い入れがあると思うんだけどね。そうですね、うん、もう本当にテリアさん、ここに来るまで10年あなたに初のベルトということなんですけども、まあ、後輩は2年3年で取る中10年かかったんですけども、まあ僕にとってこの10年が最短距離ですごい必要な10年だったと、遠回りでも何でもない一番の近道の、それが僕にとっての10年だったと思います。そしてこの10年あったおかげで素晴らしい師匠に出会い、仲間に出会い、そして今日来てくれる皆さん、応援してくれる人に出会えて最高の10年になりました。もちろんこの先もまだまだ強くなっていきますので、どんどん応援してください。いくぞー、1、2、3、ダー、ありがとう。10年間ね、頑張って、うん、でこれからやっぱりそのレベルスのウェルター級っていうものをその拓也とね、板倉君の2人で盛り上げていくのかなっていう感じだったんだけど、うん、その引退するって聞いた時、カンちゃん的にはこうなんか、あ、そうっすかみたいな感じ。いや、もう僕はこのまま防衛を続けていくのかなと思って、うん、っていう感じです、うん。まあでもその本人が決めたことなんで、そうね、何も言えないよね。そればっかりだとどうしようもない、うん、本当どうしようもないですよね。本人はね、なんかこうまだまだこれから頑張るぞみたいな感じだったもんね。そうですね、そう、うん、元気ですか、これね、元気ですか、実はそんなに元気じゃなかったそう感じてますね。板倉君が 35? そうですね、355です。はい、35です。カンちゃんが今32です。32、まあまだね、まあやっぱりちょっと上の先輩っていうか、そうですね、上の人って感じだね、はい、社会人経験もあるしね。そうですね、はい、なんかさ、スクランブルの子たちってさ、クリスがいた頃ってすごく仲良くてさ、あの温泉とか行ってたでしょ。ああ、みんなで、はい、ね、行ってましたね、うん、なんかよくフェイスブックか、クリスのフェイスブックとかにあげてあのウエンツとかさ、はいはい、うん、なんかよくすごくいろんなこう付き合いが、ね、はい、選手同士であってね、まあ、基本的にウエンツ君がこうムードメーカーというか企画して、うん、でみんなで行ったりとか。ウエンツってああいうの好きだよね。好きっすね。あの飲み会やると、ジムの飲み会やると必ずなんかコントとかさ。そうですね、絶対やります。そう、あの滑るんだけど必ずコントやるよね、はい、でそこにイタチとコンビでね、はい、あの二人ってやっぱりそんな仲良かったの。めちゃくちゃ仲良かったっすね。そう、なんか付き合ってんじゃないですか。ああ、なんかウエンツってそういうとこあるよね。そういうとこあります。増田くんともさ、すごく仲良くてさなんか
帰りもさ、ウエンツ練習だけ終わってさ、うん、あの帰るのに増田君の仕事終わるまで渋谷駅改札で待ってますいや女の子みたいでしょ改札で待ち合わせしなくてもいいでしょ4時間以上あんのにすごいっすねちょっとウエンツ疑っちゃいますよそうそう、はあ、まだライズに上がってる方でねライズで感じましたね、はい、ライズで大体テクラさんがセコンドについてくれて一回あの JCB ホールで、うん、あの大崎選手とやった時とかもセコンドついてくれたんですけど、うん、大体あのチャンピオンって赤コーナーじゃないですか、うんうん、でこっちが青で、うん、こっちが赤なんですけど、うん、テクラさんベルトを持って先導するんですけど、うん、思いっきり青に外れていって、うん、スポットライト全然当たってないんですよあー、テクラさん当たってるんで僕ちょっとそっちじゃないんだけどなっていうくらい緊張してたんだね。そうっすね。イタッチってものすごい緊張しいだから。めちゃくちゃ緊張しますね。ね、半端じゃないです、ね。いろんな話題があって試合前のね。本当ありますね。イタッチってサウスポーじゃないですか。試合前あまりにも緊張しすぎてね、普通にオーソドックスでシャドウしてるんですよね。はい、ミットあのオーソドックスで1ラウンドやって、うん、であれ俺サウスポーになったの。サウスポーでやったっていう。ね、あとはあれですね、あのある試合前にあのアントニオ猪木さんの語録を読んでるんですけど、うん、読んでるんですけどそのまま寝てるんですよ。でも緊張しすぎちゃってそのまま寝ちゃってたっていう。静かにしてましたけど、いや本当すっごいガッチガチだよね。はい、最近良くなってきましたね。聞こえてきたよね。前はもう全くセコンドの声が。はい、入らないもんね、はい、やっぱりその誰かトキさんだっけなも言ってたんだけど、やっぱ30戦ぐらいするとやっぱりこうなんとなくこう試合っていうものに向けてのコンディション作りだったり、試合前の集中だとかそういうのが分かってきてすごいリラックスするみたいなことですけど、俺もね確かに30戦超えてからだよね。なんかこうやっぱり減量の仕方だったり、あ、はいはい、だからかんちゃんも今やっぱりもうそれに近い数でしょ、30歳超えてるわけでしょ。そうです、なんとなくこう分かってきてない、ね、そうですね、うん、まあ、それと同時に怪我とかもあるからなんだけども、でも新人の頃のさ、なんか無駄に気負っちゃったりとかさ、はい、練習オーバーワークしちゃったりとかさ、まあ、そういうのはもう、うん、とりあえず卒業したかなっていう、ね、そういう感じだよね。そうだよね。僕はあのうん、あのイタッチもだから多分そういう時期に入った矢先だったでも、まあ見たかったですよ。カーンってなったらオーソドックスに構えてあれみたいな高田さん、オーソドックスですよみたいな、ちょっとそういうセコンド やりたくないやりたかったねやりたくない基本的な考えろなんだよってやりたいようでやりたくなかった、うん、ちょっとね、見たかったですけどね。そうですね、見たくはありますね、うん、あとやっぱイタッチのエピソードってと何か他にある？練習中に、うん、あ、おならしてさ、はい、イタッチがおならして増田君にぶっ飛ばされたって話。あ、それはもう何回もガチでガチで、板倉さん、つい手をこいちゃう癖があって、でその度に増田さんにケツキックされた結構な強さで、ようやく板倉さんがトイレに入って、うん、おならをするようになったそしたら増田さんもあいつも大人になったんだそこで感じるんだっていうのちょっとありましたね。そこで、はい、やっぱ真面目そうなんだよね。だから結構パニクるよね真面目だから、はい、カチカチとしてるんだよね、意外と。でなんだけどそういうさ、ゴキブリとかさ、ああいうこのギャップが面白いよ、ね、面白いですね、イタッチは非常に、うん、でまあ、だからこそこうチームリーダーっていうか、はい、そうですね、うん、みんな慕ってましたし、うん、みんな慕ってるよね、本当に、そんな感じですね、まあ、渋谷のリーダーね、板倉選手のいろんなエピソードをちょっとね、かんちゃんの方からね、いろいろお聞きしましたけれども、今度、まあ、引退試合ですよ、7月25日、はい、田中戦、これ因縁の田中戦ですね、クロスポイントスクランブルチームにとっては、まあ、渋谷で練習してる拓也が、タイトルも取られてますし、ひいき目なしに見ても、うん、板倉さんの方が有利かなと、うんうん、
思います、まあ、サウスポーですし、まあ、リーチも長いですし、うん、中に入ったら首もあるし、うん、ステクラさんの方がだからまあ普通に勝つと思うんですが、うんうん、ただそのステクラさんの引退試合ということで、うん、かける思いっていうのはすごく強いと思うので、そう、ね、うん、まあ、板倉さんとしてはしっかり、まあ、KO で勝ってっていうのは絶対考えてると思うんで、うん、もう、なんていうんですかね、本当に元気の出る試合になる、うん、最後ね、やっぱりこう、まあ、勝ち負けは分かんないですね、正直、あの試合なんで、田中選手が勝つかもしれないし、板倉が勝つかもしれない。ただやっぱり最後こう板倉君の花道を飾るにふさわしい激闘 で、 そうです、ね、うん、でみんなが板倉選手ありがとうっていうような、ね、試合内容になってくれればいいかなっていう感じですよね。本当にだあの、まあ、板倉君の良さって本当にあの手足の長さ、そうですね、うん、もうあの俺はあの天下なんてすごい嫌だなと思うんだよね。ちょっと怖いですね、あの天下がずさっとこう本当に鋭角になるじゃん、日本人には珍しく。僕なんかもう顔に届いちゃう、うん、ね、そうだよね、ちょっとパッて引っ掛けてディーゼルノイみたいになる可能性があるわけじゃない。危ないですね、もうああいうとこがフルに生かしたら本当にね、日本人なかなか勝てないと思うんだよね。本当に勝ちに徹すれば、うん、もう本当に全然勝てると思うんですよね。負けない選手ですよね、はい、まあ、なんかこうどっかなんていうんですかね、変に打ち合いに行ったりとか、欲が出ちゃったりとかね、あ、まあ、その辺は、まあ、板倉さんの悪いとこでもあり、うん、いいところでもあるから激闘男のね、はい、思います、うん、最後のこの板倉さんのリングの上での生き様を僕らに見せてほしいな、そうね、そうね、先輩として ね、はい、うん、ますね、で後輩がさ、俺も次からあんな試合してあんな選手になりたいなっていう風になっていくと、ザワさんとかもね、ザワさんザワさんとかもね、ザワさんも、はい、じゃあそんなとこで最後の指名はちょっとカンちゃんの方からカメラに向かってこれ見ると思うんだ、はい、じゃあ違う、これ繋がってるから衛星で、ああ見てる、スカイプで見てるから、そうですか、はい、手倉さんちょっと最後のメッセージね、残り少ない練習も含めて、まあ手倉さんもと練習できる時間は本当に少なくて、ちょっと本当にまあもう25日以降板倉さんと練習をすることができないっていうことがちょっと考えられないなっていうのは本当に思ってるんですけど、まあ、でも本当に板倉さんが決めたことなのでそれは尊重して、本当試合では本当完全燃焼でき、まあ、勝ち負けは本当に勝ってもらいたいですけど本当どうでもいいと思ってて、板倉さんが勝っても負けても完全燃焼するところを僕らは見たいと思ってるんで、本当に板倉さんらしい試合を期待してますので、またよろしくお願いします。はい、はい、そんな感じでですね、まあ、板倉直人引退特集をやってきましたけれども、まあ、カンちゃんの方この間クラッシュのタイトルマッチを終えてですね、はい、まあ、しばらく練習はしてるんだよね、練習はもう再開します、うん、ただ試合のタイミングがいろいろね、こう、そうですね、合わなかった家庭のこともあったりとか、はい、そうですね、うん、ちょっとお休みしたいという感じで、いつぐらい帰戦を考えてる、まあちょっと夏だけ9月ぐらいにやりたいなと思います。もう大体どんなやつとやりたいかなとか自分の中でビジョンっていうのは、いや、まあ、それはですね、うん、あんまり僕なくて、うん、本当に決められた試合をしっかり、あいつとやりたいとか今ある、今のところは言ってもいいよ、ピーって入れるからやりたい選手ですか、うん、外人でもいいしさ、あ、うん、日本人でもいいだろうし、誰だろうな、本当熱い試合ができる選手とはあれば、うーん、なるほどね、できる選手、うん、まあ60キロで、うん、まあそこら辺もまだね、まあちょっと夏が過ぎてからそうです、うん、ですかね、はい、次のね、
カンちゃんの試合もちょっと皆さんこれをテレビを見た方が皆さんは楽しみにしててください。あの僕らも自身も板倉くんがどんな最後を飾ってくれるのか、そうですね、すごく楽しみにしてるじゃない、はい、やっぱりこれチャンピオン対決っていうのもあるしメインですからね、まあ、レベルスのウェルター級のエースとして、本当に僕ら関係者も選手たちもスクランブルの選手たちもみんなね期待してると思うんで、そこに期待して、お別れしたいと思います。はい、じゃあこれでレベルス TV 板倉直人引退特集終わりにしたいと思います。7月25、板倉直人の最後の試合をお楽しみにしてください。ではさようなら。